大阪市阿倍野区のヨガスタジオ、ヨガスタジオアンビリカ、少人数制でゆっくりとレッスンを始めていきます。体が硬い方、痛みがある方、ヨガが初めてで、不安がある方も、インストラクターは全員理学療法士か作業療法士です。体の仕組みを理解したインストラクターと楽しくヨガを始めていきましょう。ヨガスタジオアンビリカホームページご検索ください。お待ちしております。最後の段ボクです。吸ってお尻を引き上げて吐く息、さらに膝裏を伸ばして丁寧にかかとをマットに寄せていきましょう。足の幅もうちょっと狭めて、そう、膝を曲げて、お、綺麗になってきてます。背中だいぶいいですね。ゆっくりと膝裏を伸ばして、そうです、膝伸ばしてかかとをマットにつけてキープです。ダウンドッグ、下を向いた犬のポーズ、アドムカシュバナース。あ、確かにあの曲線がね、まっすぐになってますわ。綺麗になってきてますよ。ほう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 、綺麗になってきてますよ。結構ハードですね。いやでもあのパッと見でね、その丸くなってた背中がキッとなってるの、わかるわかる。上に見えてすごく綺麗になってます。え、なんか辛くはないの？なんかそのしんどいとか。いや、それはないけど、ごっちゅうこと伸び、もう伸び伸びてるっていう感じあの、鳩のポーズじゃなくて、はっちょ、はっけい、なあ、ハッテンのポーズ、ね、ハッテンのポーズ、ちょっともう一回見せてもらって、ちょっと今、動作しとったんで、よう見えなかったんですけど、先生のハッテンのポーズは、ハッテンって何なんですか。ハッテンがついてるんです。顎、胸、で、膝、足、先生、ちょっとごめんなさい、ちょっとあのピンク目線でごめんなさい、はいすいません、先生、あの、写メ撮ってもいいですか。どうぞ、こんなんでいいんですか。ハッテンっていうのは、ハッテンがついてる。漢字で言うとどんな字なんですか。ハチに点ですね。あ、はいはい、ハッテンですね。ほん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 、なんか植物の名前とかこんなんや思ったんですけど、8つついてるいうことですね。そうですそうです。美しいで、ここから先生今持ってはるこれは何ですか。カメラ目線でお願いします。こちらはヨガのボルスターになります。では使い方ご説明させていただきますね。まずはご自宅で究極のリラクゼーション、いきますよ。縦方向にしていきます。では足を立てて骨盤を立てますよ。一度骨盤をぐっと立てて背中を伸ばして、そのままボルスターに寄りかかりましょう。足を伸ばして両手広げて、大きく吸って胸を広げていきます。リラクゼーションのアイテムです。では2個目の使い方いきますよ。はい、今度は、達治さんも少し硬くなっているこの背骨のところですね。肩甲骨と背骨を柔らかくしていきます。お尻から少し離して肩甲骨の間に、入れていくように、横向きに使っていきましょう。腰が痛かったらこのまま、膝を曲げておいてください。どこを伸ばしても結構です。脇腹が伸ばしたかったら手を上げて、達治さん胸開く方がいいですね。胸開きたかったら手を真横です。気持ちよく背中、胸のストレッチ。先生むちゃくちゃ気持ちよさそうな顔してはるんですね。とっても気持ちいいです。あのこちらでね、あの購入される方も近いですとか、骨盤をブルスターの上で、気持ちよくマッサージできます。そのまま足を伸ばせば達治さんのこの硬い筋肉です。はい、腸腰筋のストレッチ、体全身伸ばしたらとっても気持ちいいです。ほんまなんかあの先生この優しい説明聞いた僕自身が腸腰筋になりたいですあとは、さっきの開脚のような感じですね。これはあの、こっちから撮れます。開脚、あ、開脚、開脚、いや絶対僕エロ目線になってまうんで。あ、そうです、ね、ヨガ協会が怒られると思うんであ、これ挟んでたら大丈夫ですね。開脚、はい、開脚の時はまず背中を、ね、しっかりと伸ばすことがポイントですので、ボルスター、押しながらまず背中を伸ばして、そしてゆっくりと倒していきましょう。
ですよ、はいはいはい、背中がまっすぐなっていることがポイントです。うわすごい綺麗わ。いやこれあのなんていうの、美しいですね。あの古代ローマの芸術家が見たら絶対なんか絵画か彫刻に残すよ。彫刻にしたいよな。あとは、ボルスタさっきやりましたね。ここから、おへそを、しっかりとボルスタにつけながら気持ちよく伸ばしていきます。今もうボルスターになりたい生まれて初めてボルスターになりたい。気持ちいいですよ。あの皆さんね、最初は息が止まりそうになるんですけど、あの少しずつね、伸びてきます。ただのなんかあのなんていうの、枕状のもんやと思って侮ってはいけないですね。これはあの固めです。非常に固めですので、うん、あで、あの私3人目産んでからヨガやったんですよ。なのでもともとすごい硬かったんです、うん、なので、自分がどういうふうにこう柔らかくなってきたかっていうのを知ってるので、もともとすごく硬かった。あでも今のコメントでまたさらに説得力増しましたよ、はい、なので自分自身がやってね、皆さんにという硬かったんですよ。あちょっと今先生めちゃくちゃこの絵すごいっすわ。どうすこれですか。いやいや立てです、立てです。立てで立てて、あのグッと寄るんで、いや寄るんで、あの、なんか出てきたよ。あ大丈夫か。あのグッと寄るんで、はい、鼻から抜いてボルスターって言ってもらいます。いきますよ。うわボルスター。オッケー。変態か。オッケーです。あのというところでなんかあの今カメラが色変わったよ、なんかおい変態がちょっとエロ目線になってもうたんじゃん。いやいや寄りすぎたんじゃん。大阪市阿倍野区のヨガスタジオ、ヨガスタジオアンビリカ御堂筋線の西田辺駅、6分のところにあります。少人数制でゆっくりと進めるレッスンです。初心者の方、体が硬い方、痛みをお持ちの方も、インストラクター、理学療法士、作業療法士ですので、安心してリラクゼーションのポーズです。両膝を抱えて吐く息が胸に寄って、はい、の力を抜いて目を閉じる。自然な呼吸で今日使った全ての筋肉をシャワーする。お休みだけに正面を落ちるわけなんですね。60分コース、あ僕はあっという間の60分でしたけど、しんどくなかったの、そのビデオずっと撮りながら。いやいや、あのね、なんていうかな、あのやっぱり女性の柔らかい声でしょ、なんか癒されるのよね。もうなんか僕の中ではあのこのボルスターがものすごい人気急上昇やから。でボルスターもうこれなんかあのでも俺が言ってたらこう AV の監督並みの動きが、うん、いやエロと芸術は紙一重やから、ね、ものすごい美しい社会と、この辺寝転びながらこうすり寄りながらよって言うとだけ、いやこれ美しい方とおもちゃのスキンヘッドのこのなんかコントラストがね、あいいですか、なんかいいんですよ先生となんかいいなっていうね、交わりそうな、はいはいはい、まあ、私自身はね、うん、そういう感想でしたけど、実際体験したあの桃田君からすると、いやだからその動き的にはすごいゆっくりでしょ、うん、スローでゆっくりでじわーっとした動きやのに、まあ、マラソンの練習で言うたら10キロぐらい走ったぐらいのカロリーの消化やね。結構なんていうかねとっとした汗出てたよね。出てた、結構汗かく人の方が多いですよ、ね、汗かけますね、あのじわっと内側からせいぜいはないのよ、うん、心拍数も上がれへんのよ。上がれへんけども大体カロリーの消費的には体感的にはうん、10キロぐらい走ったぐらいの感じや、ね、なんかそういうのはなんか数値で解明されてるものとかあるんですか。数値的にはそうですね、ちょっと心拍数測ったりとかはないんですけれども、うん、2ヶ月ごとに写真を、撮っていくんですね、うん、田知さん、さっきも撮りましたけども、うん、姿勢の写真であったりとか、どのぐらい柔軟が、柔らかくなったかっていう柔軟の写真であったりとか、あとは筋肉量を測定したりとか代謝を測定したり、うんしています。でその中でやっぱ筋肉量増えたりとか代謝上がる方は多いですね。筋肉増えるの分かるわ、うん、肩も軽くなってる、うんうん、よかったで
もう50がもう30型ぐらいのさ、もう結構いかない。38ぐらい。あ、でもええやん、12歳分かるから。まあまあ、なってるね、軽くね。だからやっぱり、他の筋肉も全部引っ張ってんやろね、おそらく。痛みで。だから、あの体幹ってよく言うでしょ、うん、体幹を鍛えないとってよく言うじゃないですか、はい、すごい体幹きますね、はい、あ、そうです、そうです、インナーマッスル、はい、あのまず軸が整わないとバランスが取れませんので、ね、うん、その軸を作った中で例えば股関節開いたりとか、うん、先の踏み込みのポーズをしたりっていうのがありますので、抱きしめすぎちゃいますね、僕の中でもハムストリングのボルスターですよ、この部分が生かすじゃないですか。こちらのね、あの物品が全てあのヨガワークスさんのものを揃えてるんですけど、あのヨガスタジオアメリカで 5% オフで。ちなみにこれでいくらするんですか。こちら、5% オフで14,100円。おお、ええもんやもん、しっかりしますもんね。ずっと使えますよ。あの教えたことできます。あ、そうなの。はい、まだできる。カバーが外れるんですね。結構僕物持ち、僕自身は物持ちだから一生もんやもん。僕自身は一生使えば。今日オート買いて。いや、ローンで。在庫ありますね。ヨガマットは先生、これはちなみに。ヨガマットはいくらだったかな、4,000いくらかです。5%で。はい、今在庫ある分お持ち帰りいただけます。ちゃんと説明うまいですね。でも見てて何を今、まあ、ほぐしてるんやとかね、うん、なんか見てて、ね、なんか自分自身がそんな気持ちになってくるから、うまいし、おすすめうまいわ。旦那さんがうらやましいわ。子供がうらやましいわ。あ、ほんまやな。はいはい、いやいや、そんなエロい子供おれへんから子供そんなエロくないから。まあそうなんで、ちょっとまあいろいろご迷惑かけましたが、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、お待ちしております。お願いします。阿部ノ区の、ラスタジオヨガスタジオアンビリカ、少人数制でゆっくりとレッスンを始めていきます。体が硬い方、痛みがある方、ヨガが初めてで、不安がある方も、インストラクターは全員理学療法士か作業療法士です。体の仕組みを理解したインストラクターと楽しくヨガを始めていきましょう。ヨガスタジオアンビリカホームページ。